はご来場いただきありがとうございます。ただいまから第69回湘南ひらつか花火大会を開催いたします。この花火大会には約300件の企業および団体の皆様からご協賛をいただいております。午後8時の終了予定まで約3000発の花火を打ち上げます。どうぞごゆっくりお楽しみください。それでは花火の打ち上げに取り出しまして、湘南ひらつか花火大会実行委員会会長であります落合市長からご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。ひらつか市長の第69回湘南ひらつか花火大会が開幕を今日は多くのスポンサーの皆様、協賛の皆様の力を、また、皆様の皆様の市民の皆様の力で、盛大に開催していきますこと、心よりお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。今宵は、夏のですね、こちらの最後の会場、この大会の開催にあたりましては、ひらつか警察署、また交通安全協会、そして消防団、何よりも地元、ひらつか市、ひらつか市の皆様の熱やすいご支援があって、このような大会になります。改めてお礼を申し上げまして、大会のご挨拶にしたいと思います。どうぞ皆さん、楽しんでください。